セルフサービスって言ったんちゃう今。10分だけトラックね。あと、あ、こんにちは。調味料の。自転車で行ったの？うん、歩いて高校のこと言って、ああだから江坂、あ、江坂のどん、え、あ、江坂にどん出てあんの？あるで、うん、いい感じのとこ、うん、土曜日の昼間で空いてた、どう、鶏肉、うん、あ、あの、ももやね、あの、もも、だから胸ちゃん、胸じゃないです、だから、あの、ちょっとパサパサじゃないけど脂身が一切ない、ね、だから、みんなあの減量してる人は減量してる人って鶏肉食べるよな、食べるよ、うん、だってサラダチキンみんな食べるやん、あれ高いみんなさ、うん、高いよ、あのコンビニ売ってるやつやろ、あれ高い、だからそういうオアシスで売ってんで、そうなの、何本くらいする、高いよ、あれもコンビニ238円くらいする、130円くらい、うん、量ちょびっとやろな、買ったことないけど、これまだ倍あるけど、これで250円な、あのお惣菜の奥にあるソーセージとかっていうとこ、だからそれで買ってる人いてさ、返品で返すときにめっちゃ迷ってん、どこに、うん、なんかサラダのとこにあるんか、ま、だから結局ソーセージとかのとこにあった、せっかく早く上がれる思ったのに、それでさ10分5分ぐらい探したから、うん、大根も入れてね、入れてるで、うん、これ美味しい、いくよ、うん、どんな味付けか当てて、うまねと、うん、ごま油、ごまの味がする、分からん、え、
酢とマヨネーズと塩コショウ、これだけ。味が想像できるようになったら料理簡単で、それで一番ちゃうのはシーチキンだけどね、うん、ネギある？あ、もう目の前にあった、置いた箱に、ありがとう。あ、でもやっぱりあれやな、ムニ肉より口肉美味しい、うん、美味しい、うん、美味しくてヘルシーやかな、豚肉でもいいけど、ダメに入ってる豚肉苦手やったけど食べれるよ、いいやろ、まあまあ、なんかブルブルした部分とかいいやろ、うん、これパサッとしてやろ、パサッっていうか、うん、うまっ、肉やろか、最低やな。え、これ子供のってこと？うん、お母、あの奥さんの作り。勝手に取ったらあかんやろ。うん。遠慮なくやってくれって、飲み一回行く感じであれいっぱいになるやんな、うん、けどもらったお年玉全部500円玉に変えてもらって500円玉チェキンとか入れた、ほんまにそうした、いや全部って5000円だけやけど、500円玉に変えてもらってどこで変えてもらうの？え、ママが500円玉チェックしてるから、ママの500円玉チェックから変えて、ああ、うん、バレビア、なんでそんなやってる人間が安心してんのな、うん、もう一個入れてやるやんな、ん、入れたって言って入れへん、うん、けど1円入れてるとこがまだ可愛い、うまいな、
前東芝やったけど、どうなってんのね、提供が。わからん。何十年も、四五十年も東芝やったけど。またお肉入れるからね。ちょっと待って、豆腐今日硬い、あの硬いやつね。これもうまいね。1円入れるってことは分かってまうってことやな。まあ大瓶2本って言ったけど、昔はみんな瓶やって、ビールって。大丈夫。まあ考えてるな。お肉するか、うどんに行くか。肉ちょっとやってもいいし、まだまだある。うどんに行ってもいいし、うん、脱落してもいいし、それか、中華麺まで。いや、これや、2人で決めて。うどんか、次ソース、きしめん、うん、
相当すごいね、これ。ほら。うん、おー、すごい。豚だな。ね、これね。